皆様こんにちは、高市早苗でございます。まあ、このお盆休み、夏休み、結構皆様散々な思いをされたんじゃないでしょうかね。まず最初、お盆前ですね、皆様が、このお墓のお掃除に帰らなきゃいけないとか、いろんな、ご対応のご予定のある時期にですね、南海トラフ地震に関して、注意情報が発出されて、で、西日本の、方の方は主に、警戒をされてたと思うんですが、その直後に、関東も、大きく、地震で揺れました。実はですね、この首都直下地震が来た場合のこの被害額、というものは855兆円、そして南海トラフで地震があった場合の被害額は1541兆円と、これは土木学会が試算した額でございます。1541兆円、これ巨大です。今年度の国家予算、要は令和6年度の当初予算額でございますが、これが113兆円でございますので、気が遠くなるような、被害が出るということでございます。事前防災というもの、それから事後防災という言葉もありますけれども、どれほどそれが必要かということは論を待たないと思います。ただもう何よりも大事なのは、お金の問題よりも現在と未来の命を守ることだと私は思っております。少し古い話になりますが、総務大臣在任中に、この番組でも、過去に申し上げたことがあるかもしれませんが、緊急、浚渫推進事業という全く新しい事業を作りました。そのきっかけとなりましたのはね、岩手県で、大変な、水害があって、で、本当に気の毒なことだったんですが、高齢者施設におられた方々がお亡くなりになりました。その現場に入りましたところ、国の、管理が及ばない、河川、で、この水害が起こっていたと、いうことで、全国各地、一級河川でしたら、これは国土交通大臣の、所管になりますので、国のお金で、いろんな手当ができます。事前に、しっかりと、掘り下げて、こう流量を増やしておく、越水しないようにするっていうのは対策ですとか、それからやっぱり川の中に生えている木ですね、これがもう台風ですとか、それから本当にこの集中豪雨があった時に流れてきて、橋脚を、全部壊していって、また橋脚に詰まった木の周りが越水するとか、こういったことがありますけれども、こういったことも一級河川であれば国のお金でできる、しかし二級河川、これは知事が見るということで、やはり都道府県で手当てをしなければいけませんし、一般的な河川、その他河川とされるものについては市町村で対応しなきゃいけないということで、これはちょっと市町村では、とてもこれお金が出ないということで、浚渫なども行われずに、放置されているケースが多くございました。そこで、地方自治体がその管理している川の、底を掘って、浚渫する土砂を上げる、で、中に生えているような木を、あらかじめ切っておく、こういったことが、できるようにということで、これは地方財政法を改正するという大きな仕事だったんですけれども、緊急浚渫推進事業という新しい事業を作りました。で、地元の、市町村長さんからも、これはとても喜ばれていて、私のふるさと奈良県も結構集中豪雨が来たらですね、川が、氾濫したりしていたのですが、この緊急浚渫推進事業を使って、きっちりきっちりこの浚渫をしていたところについては、最近被害が出なかったというお声も伺っております。で、またその引き上げた土砂ですね、これもお金に変えなきゃ損ということで、当時総務省の副大臣や政務官にも、協力をしてもらいましてね、いろいろこう上げた土砂の種類によって、どういうところに使えるか、例えば、堤防を作るのに使えるような土砂もありますしね、
それからまた公園を整備する、まあ、そういったことに使える土砂もある、まあ、そういうあの土砂の種類を分けて、買っていただく、まあ、こういった取り組みも合わせて、実施をしてきたところです。ただこの緊急浚渫推進事業、まあ、緊急って名前がついておりますので令和6年度、いっぱいでこの事業期間が切れます、5年間の期間でございますので、令和6年度いっぱいってことは、まあ、来年の3月になりますので、まあ、なんとかこれはしっかりと延長していただきたいなと思って、働きかけをしてまいります。で、まあ、とにかく、まあ、先ほど、まあ、非常に大きな被害が出るという話をしました。これ地震だけじゃなくて、気候変動による、まあ、自然災害による、まあ、被害も増えてきております。で、あの今防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策というのが進んでおります。でこれもですね令和7年度までの期間なんですね。まあ、そうするともう次の計画を作るというところに着手せんならんと、まあ、そういう時期に入ってきております。でやはりあの私は防災科学という研究の、まあ、この、 あの知見も十分に活用して、でこの気候リスクの管理も含めた有効な、後継の計画を作りたいな、まあ、こんなふうに考えております。で、まあ、特にあの水害土砂災害、まあ、この防止対策というのもものすごく大事です。あと建物などインフラですね、まあ、様々な重要なインフラもあります。皆様のお住まいもございますけれども、まあ、こういったところの、まあ、耐震化と防火対策、これも進めていかなきゃなりませんし、あとはやはりあの送配電で上下水道情報通信も、またあの農林水産施設、まあ、こういったところもですね強靭化を急いでいかなければなりません。それからあの先ほど防災科学という言葉を使いましたけれども、まあ、これはですね災害に関しての予測力、予防力、そして対応力、回復力、まあ、こういったものをあの総合的に向上させるという研究で、この防災科学技術研究というのがあの国立研究開発法人でも進んできておりますし、まあ、各学術機関などでも、行われております。まあ、こういった知見というのは、活用しなきゃいけません。この現在の計画の5年間の間にまた気象の情報、あの状況も随分変わってきておりますので、まあ、しっかりとその知見も生かさなきゃいけません。そうですね、あの土木建築の、まあ、技術に関しまして、まあ、これは3年前にも、私の著書にも書きましたし、あの訴えをしてきたことなんですけれども、やはりこの土木建築の耐災害性強化をすると、まあ、いう研究開発、まあ、これ各企業でも、やってらっしゃると思いますけれども、ここも重要な、ポイントになります。それからあの自然災害からの回復力を高めていくと、あのいうことがすごく大事なんですね。あの今でもあの基盤的防災情報流通ネットワークというのがありまして、まあ、これにおいてあの災害対応の情報収集、それから配信で組織横断での情報共有というのは進められとるんです。でもこれをさらに進化させて社会全体での迅速な復旧、これを行うための方針っていうのも作っていかないかんと思ってます。まあ、災害が起きてしもたという時に、あのその方針どういう順番で復旧していくのかという方針が明確であればですね、まあ、社会インフラが優先度の高い順にこう復旧していくと、まあ、限られた資材や人材の中でですね、その優先度が高い順に復旧していくという状況になると、二次災害をまあ最小化する、まあ、こういう可能性も出てきますので、まあ、そういった総合的な視点を入れ込んだ次期計画っていうのは作らないかんというのが私の強い思いでございます。それからあの、まあ、集合住宅の老朽化対策、まあ、これも前々から申し上げてまいりましたけれども、まあ、これも早く手をつけなきゃいけませんし、今の全国で空き家がですね900万戸以上という状態です。900万戸以上というのはすごい数なんですね。まあ、それぞれ財産権というものがございますので、あの持ち主様のお気持ち次第なんですけれども、まあ、例えばリフォームしたら
これは活用できると、まあ、地域社会で活用できるようなものもございますし、まあ、ちょっとリフォームしても使えないなというものもあるかと思います。でも今のまま空き家を放置しておくとですね、やはりこれは防災上も防犯上もかなり大きな問題というのが出てきますので、まあ、先ほど申し上げたこの集合住宅の老朽化対策や全国の空き家対策に関しては、まあ、せっかく UR 都市再生機構という、まあ、組織があるのですから、この UR などをしっかりと活用してですね、あの買取改築また管理の、 あの代行売却の代行、まあ、こういったものも一体的にやっていく、まあ、こういうことも必要だと思っております。まあ、これまでも、まあ、再衛星や光学衛星を活用したあの防災情報の、まあ、迅速な収集ということについては申し上げてまいりましたけれども、まあ、こういったことも非常に重要だと、まあ、いうことでございます。あのもう一度繰り返しますけれども、何より大切なのは現在と未来の命を守ることです。まあ、そのために今やれることしっかりと進めていきたいなと考えております。今日も皆様ありがとうございました。お気をつけてお過ごしくださいませ。美しく強く成長する国日本、皆様と共に作ってまいりましょう。高市早苗チャンネルをよろしくお願い申し上げます。